暑いっすね。暑いですよね。後編。人がいっぱいいるから、そうでもない。ですね。まあ、それもある。空間は広いですけどね。だいぶ。もう完全に回ってる。あ、これ回ってるんですか？回ってるんです。これ、うちにあるのと一緒です。本当ですか？やめてください。すごい、なんか時間あるっていいやと思って。そう、唐揚げくんを。いや、あの、全然そんな雰囲気じゃなくてやべえ。はい、今日はいいですね、いいですね。マグロディーテ、まあ、皆さんに助けていただいてね。あの、私の周りの人は出るっていうジンクスがあるんで、上の生とか多分もう基礎チームの人はみんな強いはずです。なんかもらえるんですか？本当ですか？商品欲しい。ちょっと皆さん、すごい。ごめんなさいね。
涙出そう、感動してすごいっすよ。いやーねえ、一緒に決まってるじゃない、20。はい、そして ねえ、すごい、すごい。はい、サミー春のファン祭りね、はい、山崎春のパン祭りみたいなね感じだけど、はい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 、どうですかどうですか、なんか前半戦クイズなかなかいい感じ。私のこと大好きみたいなね。私だって、あのなんだ、電脳ハック、全然意思の疎通ができてないからおかしいなって、なんか結構やばい、やばいっていうか、なんかやばいって、そうだ、4号機とかだ、いやだ、4号機だって言っても初代北斗だって4号機じゃないですか、そうですけどね、え、私だって知らないですもん、そのごめんなさい、嘘だよ、嘘だよ、いい台だよ、スーパーヘビーメタル、メタルローションとか、あ、そうそうそう、あ、そうね、そうね、宣伝、宣伝、さすがにそんなこすいことしませんけどねまあね、実はね、実はねそう、浸透してないから本当になんか、あれ秘書ガイドで応募したのかなみたいなね、悲しくなったね、やっぱ、なんていうんですか、みんな一流どころじゃないですか、出てるのがね、トップライターが出て、まあ、みたいなこうね、万年配線処理投資みたいなライターですからね、それを痛感しましたね、電脳ハックでね、はい、でも頑張りますよ。そうですね、いや、さっきすごかったじゃないですかね、あの中央で、中央、私がやったわけじゃないけど、はい、うん、いやでもすごいやった感はある、私みたいなもんじゃないですか、はい、そう、もう、そうそうそう、もうマイフレンド、はい、うんとか家族みたいなものがもうね、ファミリーですね、はい、ファミリーですから、そうそう、ただまあその後の中ゲームでしたっけ、そう、さすがですね、そうなんだよね、さすがなんていうんですかね、絵的にはすごい、美味しい、見せましたよねすごかったです、本当に、ということでね、後半も頑張りましょう、後半も、はい、よろしくお願いします、頑張ります。
28点、1点差だね、ほんとだ。いいリアクションですよ、皆さん。ありがとうございます。はい、優勝チームはバス TV。それでも1位になるやん。そうですね、この鼻のなさですね。なんでそんな最後に悲しい話してたの。そりゃ電脳ハックで石野さんすができないです。いや、あれ無理ですよ、どう考えても。もっとね、僕のことを皆さんに知っていただけるように、なるほど、日々精進しなければいけないなと思いました。はい、以上。反省なしだ。反省なしだよ。メディア対抗サミー春のファン祭りでございます。どうもありがとう、ありがとうございました。いやね、こんなたくさんの方に集まっていただいて ね、 そうですね、本当に嬉しい限りでございましたけれども、はい、いや、もう活躍されてましたね。いやいやいや、あのね、本当壇上でも話しましたけど、はい、あれだけ乗せたのに1位じゃないっていうね、うん、いや1位どころか3位でもないんやと思いました私。いや違う違う違う、あの、はい、乗せたもの自体もだって600いくつ乗せたんですよね、あの、そうですよね、バッシュ TV のヨッシーくんでしたっけ。すごいですよね。すごい、いや私15でしたけどね。15もす、ある意味いいよね。いいですか。なんか10よりちょっと面白いよ。10結構いたじゃないですか。15 5って何。やっちゃいましたね、本当相変わらず、ね、いや、お疲れました。もう僕は後半ね、はい、もうこの後の懇親会、はい、まあ、ことしか頭になかったんで、もうだってさ、テーブルに並んで、ね、テーブルのはい、こう食事とか、あ、ちょっと並んでますもんね、用意されてるんですけど、酒飲みたくなるものばっかだから、確かに僕は一つも手をつけませんでしたね。我慢我慢って思って、チョコレート食べてました、はい、さっきグミ食べたんで、お菓子好きね。ずっと食べてました。控え室でもずっとお菓子食べてたもんね。唐揚げくんに始まり、はい、グミ食べて、唐揚げくん持ってきてましたからね、一人でパクパク食べて、お腹空いちゃったんで、この後ね、そうですね、この後懇親会で楽しみたいと思います、はい、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。